千葉県立小金高等学校は千葉県松戸市新松戸北2丁目に所在する第2学区の公立高等学校通称は小金平成28年度より新たに進学を重視した総合学科が設置され普通科の募集は停止された普通科生の総合学科改編は実施されないため総合学科への全学年に移行完了は平成30年度の予定である また、平成28年度より在学中の普通科生を含め2学期生7次元日程に変更した。1965年に新設校として開校。自主自立をもっと落とし、生徒の自主性を重んじる自由な校風で知られ、生徒会、部活動、学校行事などが盛んである。生徒会活動は生徒主体で取り組まれており、過去には学校行事などについて、 教職員と生徒が対等に意見交換を行う、調整協議会、生徒、保護者、教職員が一堂に会して学校運営について話し合う、三社会にといった特徴的な仕組みが存在した。開校当初は平凡な新設校という位置づけにあったが、統括地域、特に本校の足元に位置する新松独一期において、高校受験生が急増。 また開校後しばらくは松戸市内で唯一の男女共学の公立高校だったこともあり、千葉県公立高校前世紀には進む学校の一角として広く知られることとなった。1993年度より千葉県立高校としては東葛飾高校に続き2番目の私服校となった。だが年月日の 読売新聞記事によると、教頭曰く、定員はあれを心配する、レベルにまで志願者が減少した。このため、学校側が、中学校、学習塾、保護者などへのヒアリングを行った結果、近年の受験生には、私服校を敬遠する傾向があると判断。人気回復を期して2011年度入学生より、制服の再導入を決定した。制服は、男子が、 爪入学生部区、女子がブレザーである。以前、中庭には木が一本植えられているだけであったが、1996年にビオトープが造営され生徒の憩いの場となっている。流山市立流山北小学校のビオトープを元に作り、下佐の多日を再現したもので、井戸水を組み上げ池を作り様々な木を周りに配置している。しかし、近年となっては、 ケムシの発生、スズメバチの巣の形成があり、ビオトープとしては維持管理が十分でない。ビオトープ3章、新松戸駅が最も多く利用されている。南流山、新松戸駅ともに多少距離があるが、駅から高校までの自転車利用は認められていない。詳細は時代とともに変遷がある。以下は近年の状況である。 長年7月中旬の開催であったが、2008年度よりゴールデンウィーク前後に行われるようになった。サッカー、ソフトボール、バスケットボール、バレーボールの4種目、男女別で競い合う。2006年度だけ、女子はソフトボールがあまり打てずにつまらないという意見から、ソフトボールからキックベースに変更されたが、2007年度ではアンケートの結果ソフトボールに戻ることになった。 しかし、2008年度はドッジボールに変更。また、ゴールデンウィーク前後の開催なので、年度開始から準備しては間に合わないため、球技祭融資というものが発足した。この融資はそのまま球技祭委員会に移行される。そして2017年度より、男子のハンドボールが廃止となり、男子のみ三競技となった。6月上旬から中旬に行われる。 クラスごとに発表する歌に合わせた衣装を自前で作り森のホール21で発表し合う。全クラスに順位がつく衣装には2000円までという金額制限がある。また少しでも森のホール21に得図などが落ちると翌年度から使用できなくなる恐れがあるために衣装には非常に細かいチェックがある。なお森のホール21を使用する以前は 松戸市民会館や柏市民文化会館を利用していた。9月上旬に高祭りが行われる。高祭文化の部。各クラスが演劇、食堂、娯楽を展示、発表し、部活動の展示もある。毎年たくさんの人で賑わう。特に演劇は評価が高く、生徒と一般客による投票により、最優秀、優秀部門賞が決定する。 近年1日目終了後、体育館にて中、夜祭りが企画され、男子生徒が女装し、美しさを競い合うミスター・ミス・コンテストが行われている。2007年度から女子生徒が男装し、格好良さを競い合うミズ・宝塚コンテストが行われている。1974年以降、全国的に流行した自主制作映画の走りとして、生徒の完全制作映画が公開され、 活況を呈す。9月下旬に行われる。交際体育の部とも。従来あまり盛り上がらない行事だったが、2004年度から応援団を作り、かなりの盛り上がりを見せるようになった。当日にぶっつけ本番で行う。休技祭、合唱祭、文化祭、体育祭には本部が設けられ、生徒の有志が本部スタッフとなり、本部を中心に運営される。 この他にも、生徒会執行部が中心となり、新入生歓迎会というものが4月の上旬にある。内容は、部活、同好会の紹介というもので参加する、希望する部活、同好会をつのりビデオや、ステージなどで発表する。基本的に4大行事には、執行部は関与せず、特別委員会である、各行事の本部が中心となり行われる。毎年全国レベルで活動している。 ありがとうございます。